はい、おはようございます。ブッキミジャペンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、キンキンブッキミ動画やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日飲んでくるのこちらです。買ってきました、ブリュードッグのヘイジージェーンガバ、アルコール 5% のね、ビールなんですけど、これはね、どんなビールなんだろうと思ってちょっと調べたんですけど、ビール自体はですね、まあ、IPA って言われるビールみたいで、で、こちらはね、ガバっていうのはね、あれです、南国のフルーツのガバですね。それのフレーバーっていうかね、まあ、味、匂い、風味がするのかなって感じのビールみたいですね。これ、絶品ビールの予感しますね。楽しみですね。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。うわー、もう飲みますぜ。ジョッキしか買ったん飲んでいきましょう。喉が開いた。よいしょ。あー、仕事終わりの風呂上がりですね。コンディション仕上がってます。ヘイジージェーンは飲んだけど、もう覚えてないんすよね。どんなやったかな。いやー、ブリュードッグ、おしゃれですよね。かっこいいなー。うわ、なんかもう匂いがすごいフルーティー、マジか、トロピカルですね、セクシーですね。よい、出た。うわ、やば。本当に絶品ビールな気がします。さあ、味が楽しみですね。やっぱ見た目は濁ってんのかな。さあ、飲んでいきますかね。ブリュードッグヘイジージェーンガバ、いただきます。いってきます。乾杯。あー、うまいけど、匂いほどじゃないかな。あー、うまかった。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしちゃいました。今日のやつですね、これ初めて飲んだんですけど、匂いやばいっすね。味はですね、まあ、ガブッといったんであれなんですけど、もっとね、ゆっくり味わって飲みたいかなって、そんな感じのビールですね。やっぱりですね、ジュースみたいなビールなんですよ。めっちゃうまいんですよ。の中でも、まあ、今日のやつはですね、もうとにかくこの香り、匂いがもうね、絶品だなって、そんな一本でしたね。さあ、ってことで、このブリュードッグもね、どれも美味しいんで、もしですね、飲んでみたくなったら気になった方は、ぜひね、試してみてください。さあ、最後ね、次回はどうぞ。明日もね、IPA ぶっ決めていきましょう。こちらですね、これ名前がかっこいいっすね。グリーンキング IPA ってビールで、イギリスのビールだ。結構インパクトありますよね。とりあえずね、明日こいつぶっ切れていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ビールが美味しい、中でもね、この IPA が美味しいんですよ。オーライサンクス。